サーバーケンタックスです。前回エンジンおろしまでやりましたよね。なので次はおろしたエンジンを磨いていきたいと思います。磨く系の動画なんで今回は静かにやろうと思います。やってられたこんなの。やっぱ手だと神経がある、でもやっぱ細かいところは手の方が落ちるんだよね。さあ、次はシリコンオフで油分を落としていきましょう。油がついてると塗装が全然うまくいかないですからね。これが一番大事です。塗装するとき、マジで大事。まあ、ぶっちゃけここだけ押さえておけばっていうところがあるんで、ここはしっかり入念にやっていきたいと思います。
シリコンオフ。今回使うスプレーはこちら、ハンツヤブラックタイプです。ツヤなしでもいいかなと思ったんですけど、ハンツヤにした方が昔のバイクっぽくていいじゃないですか。今回はハンツヤで仕上げていきたいと思います。塗装の基本、一番最初は薄く塗る、そしてよく乾かすことです。角度を変えて少しずつやっていきましょう。見てください、塗装綺麗に仕上がりましたよ。ちょっとじっくり見ましょうか。とまあこんな感じで塗装の方は完了です。あとはちょっといちいち自然乾燥させます。自然乾燥が終わってからが次のステップですよ。この動画をいいなと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。さて、自然乾燥までは終わらせました。次はいよいよ焼き付け塗装ですね。正直焼き付け塗装って自分でやったこと一回もないんですよ。なので結構インターネットとか使って調べながらやっていこうかなって思ってます。ただもう梅雨入っちゃったんですよ。梅雨入ったらもう天気悪くてちょっと焼き付け塗装いつできるかまだわかんないです。なるべく早くやれるようにしたいと思います。頼む、天気晴れてくれ。そんなわけで次回は焼き付け塗装編です。というわけで今回の動画はここまで。また別の動画でお会いしましょう。オーバー。ご視聴ありがとうございました。